エルカチャンネル。じゃあ始めますよ、うん、はい。マスクするんだ。はい、エルカチャンネルのショーです。キリトです。はい、はい、何ですか今日は。今日ですか。ちょっと待って、今直前まで話いろいろしてたんでごちゃごちゃなっちゃったんですけど、ワンピースの銅像がですね、はい、とうとうジンベエができました。気づいたらできてました。ツイッターで知りました。はい、で今からそれを見に行くんですけど、どこに？できたの？地図で見て、とりあえずここって場所決めたんで、今からそこに行くだけなんですけど、あれはどこですか？聞くよ。いや絶対違う。絶対違う。まあ多分今出してるんだね。はい、ここって言ってると思うんでいいんですけど。でですね、もう一つありまして、これもすっかり忘れてたんですけど、あと1週間ないぐらいでエルカチャンネルが4周年になるらしいです。はい、はい、おめでとうございます。で、まああんまり実感がなく、この1年何してたかなって思うと何もしてねえなって。今まで上げてた動画っていうのが上げれてなくて、代わりにゲームの動画が毎日上げるようになっちゃいしまいまして、でも登録してくれる人も増えては来てたんで、まあ結果オーライなのか知りませんけど。とりあえずあと数日で4周年を迎えます。っていうことについさっき気づきまして、じゃあジンベエの銅像を取りに行くついでに4周年っていうのを絡めようかなんて話を何分前に始めまして。まあ4周年おめでとうということで、今からジンベエの銅像見に行きたいと思います。はい、行きますよ。レッツゴーです。エルちゃん、どうですか？海っすよ、海。わー、長かった。文句しか言えない。どうですか、海いつぶりですか？10年ぶり。やっと着きますよ。着く？正確にはさっき一回通り過ぎたんですけど。だって分かりづらいと思う。気づいたら過ぎたわってなってた。多分あれじゃない、左の方まで行ったら光ってるやつがあるよ。あ、カメラで。ダメ、ダメ、映したら。海がいいじゃないですか、海。いいね。この電柱、はい、あれじゃないですか、うん、そこが今隠れてるんだけど、うん、海の水が引くと道が出ますよ。エル、うん、ちゃん、目の前来ましたけど、でかいですね。でかい。はぁとしか言いようがないけど。行きましょう、行きましょう。順番並んで、いや、泥が一番かっこいいキロだ、やっぱ。ああ、もう言っちゃった。そんなこと言うんだ。泥が一番かっこいい。笑顔がいいじゃん。でこの大きさの違い。それはね、巨人だからね。そのまま裏行きます。エルちゃん、行ってきましたよ。行ってきましたね。一言感想いいですか？うん、でけえ。あ、確かにでかかった。これでジンベエも揃ったんで。ちょっとね、ただまだ空港には貼ってないんだろうね。
なんか垂れ幕みたいになってたやつ、昨日見たら買ってなかったからね。って言ってもまだ1週間経ったかなぐらいじゃないかな。見に来る人たちも、車が止めれないっていう状態になるわけじゃないんだけど、ずっと来てたもんね。言って目の前が海じゃないですか。だからジンベエを見に来て一緒に海を見るみたいな感じで、寝っ転がってる人もいましたからね。ね、家族連れ多かったよね。多かったね。やっぱり夏休みなんですかね。そうだね。夏休みだね今。うん。まあ俺たちもタイミングよく、そんな待たなくて、うん、撮影もできたんで良かったかなと思います。本当ワンピースの銅像予定してた分プラス1体できましたんで良かったと思います。おめでとうございます。あ、4周年おめでとう。また今後もよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。次回も見てください。俺たちにかかってこい。